諸富中学校で講演したのは大分県の浜崎道春さんです。2007年浜崎さんの長女で当時高校1年生だった奈々さんは自転車で下校中脇見運転していた軽トラックにはねられ亡くなりました。奈々は一体何が起こったかわからなかった、後ろから突然だったから、楽しい高校生活、もっと楽しいことも嬉しいこともたくさんあったはずなのに、私は奈々は一足先にここに就職したんだというふうに考えています。奈々の仕事は命の大切さを伝えていくことです。およそ250人の生徒に対して浜崎さんは、交通安全に意識を持つとともに、一番大切なのはあなたの笑顔です、笑顔と命を大切にしてくださいと呼びかけました。身近なところにそういう危険性があるのは怖いですし、周りの人が亡くなっていくっていうのもちょっと辛いので、改めて事故の危険性とかに実感できました。県警によりますと、去年県内で中高生合わせて254人が交通事故で怪我をしているということです。